新次郎は、横溝正史の長編探偵小説で、探偵、ゆりりん太郎が活躍する作品である。1936年月から1937年にかけて、雑誌、新青年に連載された。本作品を原作として、テレビドラマ3作品が制作されている。新次郎は、 第二次世界大戦前の1936年10月から1937年2月の5回に、わたって、雑誌、新青年に連載された作品である。本作品の出版にあたり、江戸川乱歩は、序文で、作者の従来の名作、鬼火、蔵の中古くは、面影像詞などには全く見られなかった一つの、重大な魅力が加わって、 その完璧さにおいて、横溝探偵小説の一つの頂点を成すものかも知れないとの賛辞を寄せている。作者は、週刊プレイボーイ1975年10月28日号の私の10冊の9番目に本作品を挙げている。本作品には、原型となった未執筆作品が存在する。新青年1933年7月号の 関東読み切り作品として掲載される予定だった。試婚社で横溝が執筆中に滑血で倒れてしまい、執筆不能になってしまった。このため、水谷純編集長が持ち込み原稿として預かっていた小栗虫太郎の完全犯罪が急遽代理原稿として掲載されることになる。その後、試婚社の材料をもとに構想を改めて執筆されたものが本作品。 新十郎である。本作品は作者の従来の単美的作風をそのままに、怪奇ミステリーの味わいと本格推理の謎解き等を巧みにブレンドした作者の戦前の活動を代表する一編であり、後に近代一物へと発展する作風の原点となる作品である。作者自身は本作品は 当時の英米の謎と論理の本格探偵小説を意識して試みた作品であるが、謎と論理の本格探偵小説としては、花だお粗末なもので、私の幼児から持っている、おどろおどろしき回帰趣味だけが、嫌に浮き上がった作品になってしまった。結局、それらしき作品が書けるまでには、戦後まで待つより他に、仕方がなかったと述べている。本作品において扱われる、 首のない死体について、江戸川乱歩は、序文で本作品からイーデンフィルポッツの赤毛のレドメーン家を連想し、本作品が赤毛のレドメーン家に匹敵する作品であると述べているが、作者自身は本作品について、エラリー・クイーンのエジプト十字架の謎にヒントを得て書いたものであると述べている。7月の初め頃、X 大学の講師である椎名ス介は、 夕暮れの雑木越しに空に浮かぶ夕焼け雲がサロメの前に差し出されたヨカナアンの首そっくりに見えてギョッとして立ちすくむそこへ通りかかった同僚の奥骨三四郎に声をかけられたシーナは夕雲を差し示してヨカナアンの首に見えるという話をする7月15日の夜シーナは奥骨に誘われて二人で新州に旅行に出かけるそして旅行先の温泉宿で メイと二人暮らしの宇藤氏という医者が、N コハンの屋敷の一室を貸し出す相手を探しているという話を聞き、その屋敷を訪れることにする。ところが途中、バスに乗り込んできた老婆から、N に行くのはやめるように言われ、お前さんたちの身の周りに、今に恐ろしい血の雨が降る。N の湖水が血で真っ赤になる。と予言される。しかし、元は商家であった春鏡老という屋敷での生活は、 うふじの命のみの美しさに惹かれたこともあって、はじめのうちは満足していたが、そのうち屋敷の蔵にもう一人誰かが住んでいる様子を感じるようになる。そして数日後の真夜中、シーナと荻骨は障子の隙間から水に濡れた美少年が柳の木の下に立っているのを目にする。その類いまれな美しい姿に二人は容易なものを感じる。翌朝、二人が うフジに美少年を見た話をすると彼は激しく驚愕する。それから一週間後、二人が湖水にボートを浮かべていると浅間山が突然噴火する。溶岩と灰が降り注ぐ中、なんとか基地まで戻ったところ、屋敷の展望台で先日見た美少年がうフジに刃物で襲いかかるのを目撃する。美少年はうフジの首をえぐると今度は弓に襲いかかる。 二人が屋敷の中に駆け込むと、肩を切られて気を失って弓が倒れていた。気を取り戻した弓は、美少年が真珠郎という名で、彼に襲われたことを二人に話す。真珠郎を追って、外に出ると、丘にバスで見た老婆が立っていた。老婆は、真珠郎が逃げ水の淵と呼ばれる洞窟に逃げたことを三人に、話し、洞窟の入り口が二つあるため四人で二層のボートに、 別れて、新次郎を追う。シーナとユミは、もう一方のボートとの合流点である浮須に、倒れているお骨を見つけ、さらにもう一つの浮須に、首なし死体となったウフジを見つける。やがて気味の悪い笑い声と共に近づいてきたボートに、乗っていた老婆のその顔は、新次郎だった。そして、新次郎は、ウフジの生首を笑いながら振り回した挙句、逃げ水の淵に放り込むと、 ボートを漕いで去っていった。屋敷に戻ったユミは、シーナとオッコ骨を蔵の中の隠し部屋に案内し、かつて自分を球団した社会に復讐を遂げようと、目論んだウフジによって、ここで、新次郎が狂気の殺人者として育てられていたことを話す。その内容は、一年ごとに撮影した新次郎の写真が、貼り付けられた、観察機。 新十郎日記と弓がう藤江に来るまで18年間新十郎の世話をしていたジーヤの証言によっても裏付けられた。その後、警察の捜索にもかかわらず、新十郎の行方は、用として知れない中、シーナは東京に戻り、オッコ骨は弓と結婚して、吉祥寺に新居を構える。そしてある日のこと、シーナは、須田町の交差点で隣り合った自動車に乗っている。 新次郎を目撃する。さらにその翌日、新次郎を見たという弓に連れられて行った映画館で新聞社のニュース映画の中に、臆骨夫妻とその後ろの方に新次郎が映っているのを見る。そして、雪の降るクリスマスの日、シーナが臆骨夫妻の家を訪れ泊めてもらった、その真夜中、新次郎は再び狂人を振るう。TBS で、 横溝静止シリーズ2の第二作として1978年5月13日から5月27日まで放送。全3回。探偵が原作のユリリン太郎から近大一光介に変えられたことにより登場人物中の椎名光介の名が初めに変えられている。ストーリー展開は概ね原作に忠実だが以下のようなサインがある。テレビ朝日系で土曜ワイド劇場。 横溝正子の新次郎、金田一光介の愛した女、怪しい美少年の正体は、として1983年10月8日に放送。岡田英治が、役名は変えられているが1978年版と、同じ役を演じている。乙骨を、音骨と呼んでいる。TBSK で月曜ミステリー劇場、名探偵、金田一光介シリーズ32神隠し新次郎。 そして2005年7月18日に放送。原作登場人物の家族関係などの一部や、施錠された扉の鍵穴を通して、新次郎の姿を認識させるなどのトリックを踏襲しているが、ストーリーは全く新たに創作されている。ありがとうございます。